東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。 MC の越塚まみです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、すっかり冷え込む時期となってまいりましたので、ぜひこの後のライブで体を温めてくださいね。それではまず東京タワーからのお知らせです。東京タワーでは冬季限定でこの冬注目の国際式ファンタジー映画くるみ割り人形とハローキティ40周年がコラボレーションしたウィンターイルミネーションが2015年2月28日まで点灯されています。東京タワー正面入り口には映画くるみ割り人形の世界観をイメージしたツリーとイルミネーションの展示がされ、大展望台エリアには映画くるみ割り人形の東京タワー限定フォトスポットや人形の国、ネズミの国をイメージしたイルミネーションなどが展示されています。キラキラした東京の夜景と映画の世界に迷い込んだような極彩色のイルミネーションが混ざり合った最高のファンタジー空間をぜひお楽しみください。それでは早速この後ご登場してくださるバルコニーをご紹介します。ボーカルのエミコンさん、ドラムのタメゾウさん、ギターのチャーリーさんを中心にたくさんのミュージシャン、アーティストのサポートにより成り立つポップス的なバンドです。ともかく心地よい音楽、そして聴いていて見ていて楽しい音楽をコンセプトとしてご活躍中です。今年の8月20日にファーストアルバムラッキートラベラーズが発売されています。また今回は東京で活動するインストユニットピアノトリオシュシュのサポートが加わっての演奏です。それではご登場し、失礼いたしました。それではご登場していただきましょう。バルコニーの皆さんです。どうぞ。皆さんこんばんは。福岡からやってまいりました。私たちはバルコニーと申します。今日はこのピアノトリオシュシュと一緒に入ってもらってですね、演奏させていただきますので最後までよろしくお願いいたします。ではありがとうございます。チャーリーカモン。
ちゃうけれど楽勝さ。楽しくなるにはね、夢を鳴らせばいいだけなのさ。鏡を見てごらん、君は誰よりスイングしてる。可愛らしい3人が、ね、豪華な3人がピアノトリオシュシュの3人ですね、はい、うん、この3人は、ね、東京で活動してますので、ね、普段もご存知の方も結構いらっしゃるかと思います、はい、私たちバルコニーのことは初めましての方がほとんどかと思いますが、はい、初めましての方あらありがとうございますね。じゃあ知ってる方、おい、ありがとうございます。人数となんか合ってないよ、ね、ぜひ名前だけでも覚えていただければと思います、はい、ね、花ちゃん、シュシュは結構普段はどんな活動で、私たちピアノトリオシュシュと申しまして、ここからのチェロという楽器ですね、チェロ、バイオリン、ピアノのこうインストユニットとして活動をしています、まあ、都内を中心にいろいろ、それこそ福岡にも遊びに行ったりとかなんだりしています、ホームページがあるのでよければチェックしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。ということで今日はシュシュコニーということで、私たちは覚えてほしいの混乱するバルコニーとシュシュで、はいはい、では最後までよろしくお願いいたします、はい、では、ね、今からはシュシュにも入ってもらって、はい、早速アルバムの曲をやりたいと思います、はい、それでは聴いてください。空とループ。どうなどうと必ず溜め息
ございます。私たちがなぜ福岡から東京に来て演奏しているかというと、実はですね、8月20日にですね、私たちの初めて出すアルバム、CD アルバムですねが8月20日に全国リリースいたしまして、今回東京ツアーということで来ております。今日は4日目ですね。今日は4日目ですね、はい。なんとこんなね、東京タワー、こんな素敵なところで演奏させていただけるとは思ってなかったので、びっくりしております。皆さん、ね、ステージ見 て、ま、ね、見ていただいてるんですけども、そうなんです。後ろ見たらですね、私こうお客さんを介して夜景を見ています。すごい素敵ですね。自分らばっか見てる。そうですね、すごい気分。本当に全然自由にですね、私たち自由に見ていただいて、自由にいろんなことを感じていただくのがね、いいなと思っていつも演奏しております、なので夜景見たくなったらあっち向いてですね、一緒に私たちと一緒に見ていただいて、またこっち見たくなったら、このドラえもんが見たくなったらまた見に、ほらシュシュが見たくなったらまたね、振り向いていただいて、この目がない人を見たいと思ったらまたこの人も見てもらって本気で笑う。ありがとうございます。ぜひ最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。でなおかつですね、福岡、皆さん福岡の八女市というところはご存知でしょうか。八女茶とか、八女茶というのとか有名なんですけど、八女、八女をご存知のか。あれ全然いない。なんかすごいシャイな方ばっかり。シャイなんですね、福岡県は八女市というところがありまして、福岡市ではなくですね、福岡県の中では2番目に面積が大きい市なんですけれども、私たちはですね、9月1日より2年間八女市の親善大使を務めさせていただいておりますので、この東京ツアーではですね、アルバムをいっぱい売って、八女もいっぱい宣伝して、皆さんに福岡に遊びに来てもらおうという魂胆でございます。はい、そうです。いやらしい言い方をするけど、言い方、言い方、来ていただこうと思っていますで、いいと思います。はい、今日はですね、ぜひ八女市という名前、八女茶、八女茶とかでもいいんで、八女茶と私たちバルコニーという名前をぜひ覚えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では。そのアルバムの中から続いてちょっと2曲続けてですね、バラードとお届けしたいと思います。聴いてください。フェイスオフ。はい、どうぞ。緊張した、びっくりした。アルバムの中からバラードが。そこからそこから忘れてたの。その夜景に酔いすぎですか。もう一回最初からやりましょう。エミコンからが今から説明します、曲からです。よろしくお願いします。皆さん、やめちゃというのをご存知の方が。そこみたいな。そこからって。そこは戻りすぎ。戻りすぎたか。ドラえもんの。ドラえもんの。そこは戻りすぎ。もっと戻りすぎ。ちょっと青いけど、丸いけど、食べすぎだけど。自分で全部言ってるけど。ね。行きましょうか。じゃあ聞いてください。フェイスオフ。急ぎ歩
つも何を喜び何を悲しく思うの、そしていいとか悪いとかいつの間に決めてしまうの。自分のためじゃなくもっと優しい気持ちで
季節が変わってくたび弱さが増えてく。一つもつかめないまま帰れない。どうしても前に進むしかない。素顔のままでいたい。自分で選ぶのなら振り返りはしない。いつも無邪気なあなたが離れないから、ふとした時のため息覚めない夢ならそのままでいい。過ぎてゆくのも優しい。知らず知らず慣れてきてた声も影も夜も嘘も、今はここに留まったまま何かを待つ一人。不安な目でさまよう私を、どうか手はしてよ。あの頃のように、いつか無邪気な私が思い出せたら、その時は会いに行くよ。覚めない夢ならそれもいいかな。呆れるくらい切ない。遠く遠く何を見てた、願い方もわからなくて、急ぐ足も止まらなくて、ここで私たち本当東京タワー登るの初めてなんですよ。ね、なんかこんなスペースがあるとは知らなくて、本当に楽しんでおります、私たち。あのバルコニーは結成して5年目になるんですけれども、初めてねこうやってアルバムを販売することができて、でこうやって東京ツアーに来て本当にありがたいなと思っております。今までにですね、本当にいろんな方と出会って、あのそのつながりのおかげでこうやって続けてこれてるなといつも感じてるんですけれども、地元に帰ったら地元に帰ったで、その周りで応援してくれる仲間がいて、であの1曲目にやった指を鳴らそうという曲は玉木千春ちゃんという最近メジャーデビューをしました、あの玉木千春ちゃんというアーティストさんと私たち福岡で出会いまして、まあそのおかげで今日立ってるようなぐらいのこう遡るとですね、そういう出会いもあったり、そしてまたシュシュと、ね、玉木千春ちゃんを通して出会えたり、こういろんな輪が広がってですね、福岡だけでとどまってたのがこうやって東京とか北海道とか広島とかなんかいろいろ行けるようになってですね、その旅にこうやって初めてお会いする方とかに出会えるので、またそれで感謝の気持ちでいっぱいになるんですけれども、次の曲はちょっとカバーをやろうかなと皆さんもきっとご存知だと思うので、よかったら一緒にで、なんかもうね一緒にあっち向いてね
やってもいいですけどね。外を向いてみんな、ね、夜景に対して歌う感じですか、うん、なんかそういうのも面白いかなと思いながら、まあ、好きな時にあっちの綺麗な夜景も見てください。では皆さんとの出会いに感謝して、糸。こっちに来てですね、4日目と申し上げましたが、皆さん東京在住の方そうですよね、すごいですね、あの電車やっぱ私たちめちゃくちゃ迷ってですね、はい、でこうね、あのこうどっちかなとかってやってたら、はい、あれですよ、あの渋谷でですね、ちょっとあの楽器を見に行こうかなと思って、そうでもこう なんていうんですかね、人に聞くのってちょっと尺なところがあるのであの自分で、ね、探そうと思って
こうね、意を決してすごい顔してさあこうね、こう地図と自分の持ってる携帯とこう照らし合わせながら、だからあの渋谷にこう案内をして、ね、そうなんですよくださる方がいらっしゃって、うん、案内所のね、なんか方がね、はい、でちょうど交代時間かなんかでこう歩いてきたんですね。で来て、あ、何かお探しですか、教えましょうかっていう感じで来られたんですね、道を。はい、なんでこう自分でこう、なんていうの、探したいから、そう、答え、そういうふうにこう横から入れられたことにすごい顔しちゃってですね、はっって顔した瞬間にはっって向こうの方もで、May I help you? って聞かれたんですよ。日本語が多分わからないと思われてしまったの。このね、このちっちゃい目の人とこの人が2人でいたものなので、はい、で、後で私にねえ、みこん、あれってさ、外人って思われたんかなって、なんかね、May I help you? って言われたんで、あ、大丈夫です普通に答えて、あ、でもこの方も、あ、失礼いたしましたって感じですけど、はい、福岡もですね、結構こうアジアの玄関口になってて、はい、ね、たくさん外国の方いらっしゃるんですけど、やっぱり東京はもっとすごいなと。すごいですね、はい、もうあらゆるところでこう、ね、英語だったり何語かわからない言葉が聞こえてきたりとかですね、うん、なんでその中でバリバリ博多弁で喋ってやったんですけどで、あそこもでしたよね、どこでしたっけ、あれ、また渋谷でしたっけ、自由が丘、自由が丘でしたっけ、うん、居酒屋の居酒屋のなんか客引きみたいなのがありますね。お店お決まりですかとか言ってね、メニュー持って来られますよね。なんで、お店お決まりですかってすごくしつこいので、よかですって言っちゃったので、したら失礼しましたってまた言われたんで、ちょっと東京の方にたくさん謝らせて申し訳ございませんでした。でも方言ってやっぱ強いよね、なんかね、みんなビクってしますね。いや、あれ、あの電車を乗りこなしてらっしゃる皆さんは本当すごいと思います。尊敬します。私たちも年に1回は来てどんどん慣れていこうと思っておりますので、はい、で福岡にもですね、次の曲はそのまま福岡にある七隈線という地下鉄のその線の名前をね、そのままタイトルに持ってきたんですけれども、まあ皆さんの電車に乗ってる時の、まあ、ちょっと一人で乗ってるといろんなこと考えるじゃないですか。その時のこととか、まあ、なんか自由になんか感じていただければなと思います。で福岡に来た際にはぜひ七隈線に乗っていただきたいなと思います。はい、はい、では次の曲聴いてください。七隈ライン。
そう忘れ物したんだ。あてもなく探す。さよならの瞬間を何度も何度も繰り返して。今でも走り出す電車。君は一人。ありがとうございます。最後になりますけれども今日は皆さん本当に足を止めて見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。この後 CD をですね、先ほどから申し上げてますがCD を持ってきておりますので、ぜひ興味持っていただいた方は声をかけていただければと思います。では皆さんとの出会いに感謝し、これからの皆さんがですね、たくさんの笑顔に包まれて、たくさんの笑顔があふれますようにということで、最後の曲いきたいと思います。今日はシュシュのね、みさんにもありがとうございます。それでは最後の曲、スマイル。した紙飛行機どこまで飛んでいたの、一人ぼっちで漂うあの日の僕の夜皆さん、ご一緒に。
僕だっていつだって君だって今だって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 悲しいことはあるだろう苦しい時もあるだろう僕だっていつだって君だって今だってそんな時を笑えればそんな時笑えればでしたでしょうか。いやもう本当にですね綺麗なんですよね。私すいませんアホっぽくて本当綺麗でこんな幸せなことはないですよ。そんな皆さんも見てくださって、はい、いや私もモニターから拝見させていただいてきたんですが、はい、とっても癒されました、はい、ありがとうございます。本日先ほどもお話ししてくださいましたが、はい、CD をお持ちいただいているということ で、はい、そちらは8月に発売された8月20日に発売したばかりの、はい、ラッキートラベラーズ、はい、そうです。こちらはファーストアルバムということですが、はい、なんか制作にあたってのなんか秘話とかがあればぜひ教えてください。そうですね何年1年ぐらいかけてレコーディングしたんですけれども結構本当はですねその全国流通の予定もなく自分たちで手作りで作ろうとしていたんですが、はい、何ですかねなんか何があるかな今他になんかいろんなスタジオに行って自分たちでセッティングとかもして、はいはい、撮ったんですけれども、はい、そうですね思い入れがすっごい中途半端なので回されてもすごい困るんですけど用意はしたんですけどあのいろんなつながりがありまして、うん、実はこの後ろのピアノトリオ刺繍と同じレーベル、はい、メイクとして、はい、曲とかをですねすごく褒めていただいてるので、はい、まあもったいないこの自分たちでやるのはもったいないともっといろんな人に聞いてもらおうじゃないかということでですね、全国流通でいろんな方の手助けがあってそうなんさせていただいたんですよね。これがまだはいはいありがとうございます。これ大丈夫ですか日本語大丈夫ですか、はい、メイヘって言われるんですよ。もう一から作り上げたアルバムということで、うん、はい、はい、ぜひ皆さん右手側でこの後物販を行いますのでお立ち寄りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、福岡からいらっしゃってるということですが、はい、今後ライブの予定などがありましたらぜひお伺いしますありがとうございます、はい、私たちは明日が最終日なんですけれども、明日月曜日の渋谷ジージというライブハウスで夜 の6時会場6時半スタートですね。で出番はですね一番最後なのでお仕事帰りの方も9時ぐらいからなのでぜひ間に合いますので遊びに来てください。はい、大鳥ですねすごいですね。なんてなんて大鳥ならありがとうございます。大鳥くらい分かった。すいません
あ、では明日はあの渋谷で外国の方に間違わられないように頑張ります。ぜひ頑張ってください。はい、あのピアノトリオシュシュさんのライブの予定などがありましたらぜひご一緒に。ちょっと近々の予定は決まってないんですけれども、はい、あのホームページの方がありますのでそちらで、はい、すいませんがチェックしていただければあの、はい、近々ライブの予定を作る予定なので作る予定なので、はい、なのでよろしくお、ね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひホームページをチェックしてみてください。それでは改めまして、はい、バルコニーさんとピアノトリオシュシュさんのでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。先ほどもご案内しましたが、皆様の右手でこの後物販が行われますのでぜひお立ち寄りください。それでは、この後は本日最後の放送午後7時から R&B シンガーの千尋さんがご登場してくださいます。また午後7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は越塚まみでした。ありがとうございました。